どうも、ゆっさだよん。画面には 3D での撮影風景が流れていると思うけど、こんな感じで基本 3D での環境で動画を撮影しています。それを画面撮影する感じで、ですので VR で動画を公開する環境は整っているんだけど、問題もあったりします。環境がブートキャンプなので、動画編集の Mac 環境とで再起動を繰り返さないといけない。全てを Mac 上でできればいいんだけど、 3D や VR は Mac ではできないからね。あと現環境だと上半身しか対応できない。全身をトラッキングする環境はあるんだけど、ハリトラと TDPT かなり設定がめんどくさい。 VR 見れる環境、メタクエストやビジョンプロなどの環境がある人は限られてるからね。それまでして全身は割に合わないっていうか、だから上半身だけの方がいいってこともあるけどね。あとソフトウェアでも問題があったりします。 3D はブレンダーで処理してますが、それを VR 用に右目と左目をつなげて録画しなくてはいけないけど、それを処理できるソフトが今んとこ持ってない。最後に VR での映像で終わりにします。またね。